はい、こんにちは。西粟倉村の山根です。今日はね、9月8日の日曜日のお昼前ですね。ちょっとまたいつもの散歩コースをこう歩きながら、最近あれですね、雲がなんかねすごいいっぱい出て、この台風の加減なんですかね。なんか素敵なこう模様というかね、雲がいっぱい出たりしてね、最近はですね、Facebook なんかでこの写真を撮って、魔女の宅急便の機器をポンと載せてみたり、あと、もののけ姫のね、とか、なんか森の妖精みたいなのを、Facebook に上げたり、最近そうです。Facebook の記事というかね、そんなんばっかりやってますね。でもね、なんか雲がすごいんですよ、ほんと。青い空に雲。なんか天空の城。アワクラピュタがなんかね、本当にあるみたいな感じですね。天空の城、アワクラピュタ。なんかいいネーミングでしょう。あ、今日はね、こうレストラン、旬の里にもお客さんが日曜日なんでいっぱい入ってますね。雲が本当すごいね。鳥取にもね、おとついか、昨日か、行ったんですけど、すごい形のいい雲がね、出てね。そうそう、鳥取砂丘、湖南空港っていうね、今鳥取空港ですけど、新しい名前が鳥取砂丘。湖南空港ってなってるんですけど、結構中綺麗だったりね、中でロビーのとこでこう動画撮ってもいいですかってね、スタッフの人に聞いたら、どうぞ撮ってくださいってね、気持ちよく撮らせてもらったり、こうデッキの方に上がってね、お客さんかスタッフかわからないですけど、2名ほどおられたんですけど、そこでもちょっと動画を撮ったり、そんな、今日はね、ちょっと、昼下がりというか、昼下がってないんか。昼前の、散歩動画でした。ではまた放送します。失礼します。